趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。こちらは子供さんのおサイズのダウンコートです。全体的に雨染みといいますか、輪染みのようなムラムラの染みがございます。あ、ごめんなさい、これダウンコートじゃないです。中綿はポリエステル化学繊維の中綿が入っております。一見ダウンっぽく見えるんですが、こちらはポリエステルです。化学繊維です。ダウンと比較しまして、メンテナンス性は格段に良くなります。まあ、来た瞬間はですね、もしかしたらダウンの方があったかいのかなというふうに思うんですが、中綿がへたっていない状態であれば、そんなに暖かさに差はないんじゃないかなと思われます。中綿がですね、だんだんこうへたってくるといいますか、そういったもの、そういった悪い変化、着用に伴う変化、経年劣化というのをいう意味では、中綿がですね、次第に古くなってくるとですね、ダウンの方が長持ちするのではないかなと思うんですが、こちら成長とともに着られなくなることが容易に想定できる子どもさんのアウターでございますので、中綿はダウンではなくて化繊の方がよろしいんじゃないかなと思います。それでは綺麗にしていきたいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、こちら子どもさんのポリエステルの中綿が入っているロングコートです。女の子用です。こちらもですね、ムラムラの輪染みのような雨染みのようなシミが全体的にあったんですけども、一つ残らず綺麗になっております。大変綺麗になりました。はい、ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。